高まる下克上の機運、武将たちによって開かれた戦端はたちまち全国を席巻し、戦国の世の勢力図は目まぐるしく塗り替えられていった。正義の名において悪を削除する、それが私の使命。一応私の勇姿しかと見よう。はい、長政様。我が地を侵略戦とする者は日輪の意向をもって容赦なく打ち果たす。鬼ヶ島の鬼とはこの俺のことよ。食われてやつはいつでもかかってきな。わしが時代を作る。戦わず三河武士の誇りにかけて敵を殲滅せよ。新婚の度胸は自ら上げていただきましょう。骨は拾いませんよ。我を拝め。百鬼眷属の王に背きし罪、死して後も償うがいい。世の前に人はなく、世の後にも人はなし、我は第六天王織田信長なり。どうかサスケ。ご推察の通り。雪村よ。
別動隊を率いて速報より攻めよ。なんと親方様、恐れながらたとえ敵が山上にあろうとも正面から全軍で仕掛けるのが武田の流儀。バカ者、正攻法のみが戦にあらず。固執すれば自軍の破滅を招きかねぬぞ雪村。しかしながら親方様と謙信公とは稀なる好敵衆同士、やいに乗じて奇襲などいたせば何より親方様の沽券に関わるもの。好敵衆なればこそよ。これは言うなれば余道、お前は上杉の増票と武将どもをなぎ倒し謙信を追い立てさえすればよい。親方様、名付けてキツツキの戦法、潜んじれば後の世に愚策とそしりも受けようが、わしとお前がなせばなる。親方様、そこまでのお考えとはさせられず、この雪村不覚にございました。その役目命をかけて全ういたします。頼むぞ雪村。親方様。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 やれやれ。いいんですか親方様、真田の旦那に作戦の本当の目的を伝えなくて。申さずともあやつなら務まろう。務まらねばそれまでのことよ。戻ったのですね、カスが。はい。謙信様が予知された通り、欧州の独眼竜が我ら上杉の背後を取らんと近づきつつあります。そうですか。最北端平定までの破竹の勢いを聞き及ぶによもやと思っていましたが、やはり。それと何です。武田の軍隊が超空海してここ西条山に迫ろうとしております。おそらくは夜陰に乗じ奇襲をかけるつもりかと。甲斐の虎、粋なことをする。謙信様、これで心置きなく戦えるというもの。ご苦労でした、私の美しき剣。皆の者、出陣の用意を。心頭胸に私に続くのです。狙うは甲斐の虎ただ一人。天命は我にあり、毘沙門天の加護とある。政宗様。ああ、どうした小次郎。全軍を止めて今一度西条山へ石膏を出しましょう。ああ、不穏です。まるで我々を待ち受けているような。上等じゃねえか。蹴取られてもおかしくはねえ。しかしそれでは奇襲になりません。ノープロブレム、行くぜ小次郎。あ、あ、武田のおっさんとの戦いに出向いちまった後みてえだな。あるいは罠かもしれません。上杉軍ではない。全軍停止、止まれ。元月の前立てに石眼、もしや欧州の独眼竜。独眼竜。それがしは真田源次郎幸村、欧州筆頭伊達政宗殿とお見受けする。何故貴殿がここに。赤いの。赤、無礼な。あんた差し詰め武田の捨て駒ってところだな。俺は上杉を追って金中島へ攻め込む。取って返すか、ここで俺を食い止めるか、どっちにしても伊達の一人勝ちは見えてるがね。貴殿が勝つと申す、その根拠がわからぬ。独眼竜は伊達じゃねえってことだ。よせ。親方様と謙信公の勝負に水をさせるわけにはいかぬ。上等。小次郎、誰にも手出させるんじゃねえぜ。承知。欧州筆頭伊達政宗。真田幸村、全力でお相手いたす。いざ。
ざ尋常に勝負。押して参る。機械が速攻で前に入られちゃ肩なしだな。かすったくらいで気を緩めんじゃねえ。そろそろ参る頃合いと思うたわ。心遣いありがたく。いつぞやの塩の礼よ。雪村よ、貴様も出ようたか。こたびの長き睨み合い、この時のためであったのかもしれん。六子水手、我らの木もやがて熟しましょう。人が六層やろう、抜かせやがった。バスト、なんだてめえ。そこまでにしといちゃくれないか、独眼竜の旦那。武田軍真田忍び隊猿飛佐助、俺様も野暮は好きじゃないんだけどさ、うちの本隊と上杉はもうすぐここを包囲する。三つどもえならいざ知らず、両軍に足並み揃えて攻められちゃさすがに分が悪いと思うけど。はったりかましてんじゃねえ。敵の忍びの言うことを、はいそうですかと信じるやつが。政宗様、ここは一度引かれるべきかと。小十郎、余心場御したとしても少なからぬ犠牲を出しましょう。チッ。ふぅ、あぶねえあぶねえ。あのままやり合ってりゃさすがの旦那も。旦那？たぎる。え？この胸がたぎっている。なんという覇気、なんという闘志、なんという強さ。もしかして火がついちまったのかい？独眼竜伊達政宗。真田幸村、覚えとくぜ。なんと伊達の奇襲を見越しておられたと。うん、おそらくは謙信もの。名護三条より動かなんだのはそのためであろう。ならばそれがしの役割は。伊達の乱入が奇遇に終わっておれば、申した通りの働きを期待するところであった。本来ならばお前にその司祭を知らせておかぬ道理はない。では何故。不足への的確なる対処もまた武将には寛容。戻らぬ時は
将たるわしの器量もそれまで。さようでございましたか。何事も試練なれど、役目を果たしきれず面目次第もございません。サスケの仲裁がなければ、それがし今頃無傷では。欧州の独眼竜、それほどに強いか。はい、強うございました。魂を揺さぶられるほどに。サルトビサスケ、戻りました。ご苦労。駿府はどうであった？今川に挙兵の気配あり、伊勢を攻めている織田に仕掛けるつもりのようですね。やはりな。出陣の用意じゃ。これより今川を攻略する。はっ！親方様、もしや上杉との休戦、この機を見越してのことでもございましたか？サスケにはちと無理を強いたがの。さすがは親方様、なんという抜かりなさ。この…うわっ！親方様、普通それ死にますから。諸国への目配りは当然のこと。雪村よ、あらゆることを常に己が大将となったつもりで考えよ。おお、承知いたしました親方様。しかしながら、それがしは親方様のもとで、いつの日か親方様が治める天下を。戦国の世の武人ならば、隙あらば己が天下を望むぐらいの意気を見せん。雪村よ、いつかはこのわしも老いるのだぞ。親方様に限って老いるなどとありえません。大将、わしとて人の子、夢夢惑うでないわ。越後の軍神とも甲斐の虎ともやれずじまい。すっかり当てが外れちまった。申されようの割にあまり残念そうにはお見受けいたしません。だったらなぜ止めた？俺が負けると思ったか？いえ、武田の忍びを名乗る者の申したことが誠であった場合を危惧したまで。いずれにせよ、あのまま戦い続けていれば、どちらか、あるいは双方が、ちょいとヒートアップしすぎた。クールに行かねえとな。欧州へは明日立ちますか？いや、物見湯さんのために武蔵の国へ流れてきたわけじゃねえ。では先んじて放った石膏が戻り次第軍議を。周辺諸国からの重圧に耐えかねた今川がたまらず兵を挙げる頃合いかと。わかってるじゃねえか。しかし武田がいち早くその足元を救わんとする者と踏んでもおります。武田は上杉とやり合ったばかりだろう。おそらく川中島で両軍は刃を交えてはおりますまい。我々の奇襲を知った時点で双方の大将は日を改めようと決めたはず。この野郎、甲斐の虎を出し抜いて今川を落とすのも一興かと。どんな手を使う？他ならぬ武田を模倣いたします。名付けるとすれば、キツツキの戦法。面白そうなゲームだ。乗ったぜ小次郎。何？欧州の独眼竜がこの小田原へ攻め込もうとしておるじゃと？殿、ご決断を。北条家代々の意向を恐れぬ若造めが。派手に行くぜ！レッツパーリー！我とぞは！なんと、戦わずして敵に背を向けるとは。全軍追撃せよ！
した雪村。同盟しておったとは、もはや後へは引けぬ。打ち破れ。北条の軍勢か。伊達の小せがれめ、計りおって。雪丸よ、この前よい。精鋭を率いて伊達を追うのじゃ。今川義元が首取らせるでない。心得ましてございます、親方様。これは、キツツキの戦法。親方様の軍略を模倣し我らにぶつけるとは、不敵なり独眼竜伊達政宗。今川の首この独眼竜がもらったぜ。蹴られ。雪村剣山、次回もさらに熱き我らの戦いを必ずやご覧くだされ。グッニュースだぜ。ゲームソフト戦国バサラバトルヒーローズを抽選で3名にプレゼントが決まったぜ。クールなプレイ見せてくれよ。